フレデリック・ロー・オルムステッド・ジュニアは、アメリカ人、ランドスケープ・アーキテクト。弟のジョン・チャールズ・オルムステッドと共に、父・フレデリック・ロー・オルムステッドの会社を承継し、オルムステッド兄弟社に改組し活動した。野生動物の保護活動で知られ、国立公園へ、生涯のコミットメントを持ち続け、アカディア、エバーグレイズ、ヨセミテといった国立公園のプロジェクトにも数多く取り組んだ。 メリーランド州ヨセミテとオルムステッドと、グレートフォールズポトマック下半のオルムステッドポイントは、彼にちなんで命名されているもので、レッドウッド国立公園のオルムステッドグローブは、彼に1953年に捧げられたものであるが、同じ年にパグスリーゴールドメダルを受賞している。アメリカ公園協会創設メンバーであり、後にアメリカ造園協会長も歴任している。 ジュニアの手がけたプロジェクトは国レベルでは国立公園の制定や管理手法の形成晩年ではカリフォルニア州の沿岸レッドウッドシティの環境保護策なども手掛けている首都ワシントンではナショナルモールジェファーソンメモリアルホワイトハウスの敷地及びロッククリーク公園などがある1898年にチャールズエリオットや弟らと手掛けた ボストンのフェアバンクスネポンセットバレーパーク A イはマサチューセッツ州の歴史的な公園パークウェイとして2005年に国家歴史登録文化財に登録されている。このほか、エルムパークマサチューセッツ州ホールヨークニューヨーク州定カの各都市基本計画なども手掛けた。コーネル大学のレイアウトプランニングではテラススタイルのマスタープラン原案として 大規模なアートクワッドとリブ写面を担当している。ニューヨークスタテントで、オルムステッドシニアとメアリーの息子、ジョン・チャールズ・オルムステッドの異母兄弟として生まれた。ロックスベリー・ラテンスクールを1890年に卒業後、有名な父の弟子として、シカゴ・バンコク博覧会、ノースカロライナ州の資産家、ジョージ・ワンダービルトの最大規模不動産、 開発地であったビルトモアエステートの初期段階という、父の仕事で二つの重要プロジェクトでキャリアを始めた。その後、ハーバード大学に進学し、1894年には同大で学士号を取得、1895年に父の事務所のパートナーとなった。その後間もなく、父が引退、ジュニアと弟ジョンラが会社を継いだ。通常、 オルムステッド兄弟といった場合はこのジュニアとジョンを指す。その後半世紀の間、オルムステッド兄弟の会社はアメリカ全土のランドスケーププロジェクトの数千を手掛けている。特に1890年代には南北戦争後の南部都市アトランタ、シャーロット、ナッシュビルなどは成長するにつれダウンタウン地区が市街地として発展し、住宅地を周辺部に追いやることになる。このため、 南部都市の企業からは、所有の郊外地開発を、オルムステッド兄弟やジョン・ローレンといった有名どころのデザイナーに委託し、鉄道建設と合わせて、郊外造成地を数多く出現させていくことになる。1900年には、母校ハーバード大学へ造園教育の正規課程を開設のため招聘される。1901年、セオドア・ルーズベルト大統領によって、 コロンビア特別区の一般的にマクミラン委員会として知られている、上院パーク改善委員会のメンバーとして、ダニエル・バーナム、チャールズ・マッキムとオーガスタス・セント・ゴーデンスなどとともに任命され、チャールズ・ランファンのワシントン DC 都市計画を前、世紀の旧計画をみなし、計画条件を現在の状況に合わせて再構成する事業に参加した。1910年、アメリカ市民協会から、 国立公園の新担当局解説についての顧問に、招聘される。1920年、都市圏における公園システムや全国スリーウェイズの計画を策定する。1928年、カリフォルニア州の公園とレクリエーション場を管理するカリフォルニア州立公園委員会は、オルムステッドに長期的な目標の提言を求め、取得と国家の発展のためのガイダンスを提供して、 公園や地域に関する修全体の調査を担当する。ジョンとオルムステッド・ジュニアのオルムステッド兄弟者は1930年代、初頭のピーク時にはほぼ60名を採用した。オルムステッド・ジュニアの最後の遺族の一員は1949年に引退している。ありがとうございます。